どうも、ねずっちです。よくお客さんからですね、Eテレでね、やらせていただいている0655ね、0655見てますよなんてね、声をかけられたりとかですね。あと、Gコムチャンネルでね、足立、台東、隅田、江戸川、葛飾あたりね、東京の東の方で、放送されているねずっち散歩って番組があるんですけど、ねずっち散歩見てるよなんてね、声かけられると非常に嬉しいんですけども、昨日ですね、野外のね、屋外ステージでイベントやってたんですけど、そこでね、女のお客さんが、YouTube 見てますよって言ってきましてね、これ見てんの?と思ってね。ということで、謎かけのお題なんですけど、ねずっちの YouTube とかけてっていうね、お題がそのイベントで出ましてね。他のお客さん僕が YouTube やってんのとかよくわかってないから、なんかポカーンという空気になりましてね。あ、これ一回説明しとかなきゃいけないなと思ってね。実は僕YouTube 毎日やってんですよ、つって。恐ろしい再生回数なんですけどね。全然低回数をずっと維持し続けてるんですよ、みたいな、説明をしてですね。その上でやったのがですね、ねずっちの YouTube とかけて、ドラえもんの主人公一家がいなくなると解く、その心は、どちらも伸びない、ってね、ねずっちですってやったらね、そのお題出したお客さんがね、完璧って言ってくれましてね、複雑な気持ちでした。では、また。